寒いな。温めてやろうか。誰でもいいんじゃなくて、俺に温めてほしいって言うなら温めてやるよ。かわいすぎ。お前もう俺のもんだからな。ジージョス。これは恥ずかしいだからな。こんにちは、ニュースのリーダー JR です。 JR の相談室にようこそ。皆さんからいっぱい相談来てました。みんなありがとう。じゃあ早速相談しましょうか。まずは、ペンネームアイリさんからの相談です。 JR 君ペンなので、ツーショット撮影会の時に何度も JR 君のとこに行ったのですが、毎回話のネタがなく、全くお話できず、終わった後に後悔しています。どんなことを話したらいいですか？また喜んでくれますか？名古屋の予約にも行くので参考にしたいです。よろしくお願いします。そうだね、俺が好きなんだろう。じゃあアイリーさん、それぐらい自分で考えてきなさい。すいません、アイリーさん、それでも自分で考えてください。レッツゴー。ペンネーム JR ラブラビジュさんからの相談です。キチュチュキ、キチュチュイテ、キがキジュチュクのチュが言えなくてチュになっちゃうのを期待しています。はい、大丈夫だったかな。ペンネームゆじゅさんからの相談です。 JR さんに出会ってから他に素敵と思える人ができません。好きな人もできません。どうしたらいいですか？それでよろしい。ちょっと俺だけ見てろ。障子お願いします。さよなら。みんなさよなら。先生さよなら。頑張ってください。さよなら。